久保さんんレビュー見ないんですか僕レビュー見ますね <laughs> レビューは見る <laughs> レビュー大事ですねうん僕がほ欲しいなと思っても例えばぶっ壊れて配送されましたとかなんか欲しいんだけどそれがその本当にその大丈夫なのかっていうのは確認しますね確認というかレビューは参考にしますねうん そう、欲しいと思っても、うん。まあもちろんそのレビュー関係なくね。まあ GT-R とか本当に欲しいものはね。まあでも心から欲しいものは関係ないですね。まあ確かに、うん。心からもうこれはっていう。だキットとかもあんま関係ないですよね。うん。そう。まあレビューもクソも、ね。古いしね。<laughs> 古いから。 <laughs> まあちょっと概念が違うものもあるなうんそうまあでもまあ心の声が一番大事じゃないですかうん最終的にはうんやっぱその配送がぶっなんか良くないとか数ヶ月で壊れましたって書いてあったとしてもまあ本当に欲しかったらとりあえず買ってみようかってなるんで。 まあ、結局本当に心から欲しいか欲しくないかっていうのがまあ一番肝になりますよねうんう昨日そう久保さんドタキャン食らいましてあのー、なんだあのー、ジモティでね売り出したんですよ机を全然、あのー、買いたいですって来たでその人に昨日売る予定だったんですけど来なあのー、何の連絡もなくて 待ってたんですけど全然来なくてだからねまあ今回その思ったのがまあ一応一人ねオファーはかけましたなんか6人ぐらい来ててで一番最初にお財や来た人にこの売るっていうことでこうやったんですけどただそのまあそれも結構レビュー見ま,レビュー見ましたね評価。裏裏切切らられれたたんで,で裏切られたし もうそういうそいの嫌なんで,でドタキャンドタキャン一番僕ムカつくんですよ、うん、何の連絡もないしそう,だそういうのをちょっと避けたいからあの、まあ、6人一応やり取りしてそのメールの内容分を見てプラスその人のアカウントの,その評価ですよねで一番その30個ぐらい評価がある人がいてでメールの内容もすげえ丁寧で,でその人に再オファーしたんですね すいません、ドタキャンがありまして、昨日お便りありがとうございます、みたいな。ドタキャンあったんで買います、みたいなで。すげえ丁寧な文でね。そう。で、なんか、まあちょっと、あのー、ま机、あ、がでかいんで、まあちょっとお返事待って,待っていいですか、みたいな。でなんか、お体にお気をつけくださいね、みたいな。なんか、いろいろとね、結構長文でね、書いていただいて。で、私も実はドタキャン直近で食らってまして、みたいな。結構ね、いい人っぽいですね。うん、評価も。 なんだ取り引も結構してるんですよですごくなんかいいくてだその人にがまあ OK 出ればその人に引き渡そうかなと思いますけどであの、まあ、今回学びがありまして、まあ、500円で出したんですよ机なんで、まあ、もしその人があのやっぱちょっといいですってことであるならばちょっと再出品でね高く1,000円で2倍にして出してみようかなと思って。 で、500円で買う人の層と、1000円でもういいよっていう人の層をね、こう、テストしてみようかなと思います。そう。<laughs> まあ、あの、全員じゃないですよ。全員じゃないんだけども、まあ、僕もいろんな商品販売してて思うのが、やっぱね、価格が安いお客さんって、それ相応のお客さんなんですよ。まあ、全員じゃないですよ。全員じゃないんだけども、多分久保さんもわかると思います。久保さんも、多分高いね、あの、最後、その、速火塾。 ファイナル ?80 万とか100万かわかちょっと忘れます。100万かなまあ多分そこで来たお客さんって多分あの結構全員それも全員じゃないかもしれないですけど割かし質は高いと思いますしうーんうやっぱそのなんだ価格で見てない価値で見る人ですよね価格で見る人じゃなくて価値で見る人でも500円と1000円じゃあんま変わんない部分あるんであれなんですけどまあ価格じゃなくて価値で見る人は うんいいと思いますね、うんあ。僕もビジネス勉強しても,うもちろん価格で見る部分はあるんだけど価値で判断するっていうのがやっぱウエイト高くなりましたね。うん、だからその、ま、話を戻すと自分が本当に欲しいものっていうのは人の声だったりとか、えー、価格とかはあんまり関係ないんですよ。うん、自分が価値を感じるものっていう。 最近ね久保さんねこれ余談なんですけどずっと余談ですけどまあ今僕あの2,000万であの車を売り出してるんですねで昨日もねそのインスタでね「いくらですか?」みたいなの来るんですよでまあ動画送るんですよねあのもうテンプレートがあってあの動画で詳細作ってるんでっつって送るんですよまあレスないですねまあ2,000万なんで <laughs> だからあの車の価値 っていうのは、まあ僕の愛車の価値は僕しか分からないんで、で、あと相場でも、まあみんな相場より安く買いたい、できれば安く仕入れたい。まあ業者さんの人が、業者さんから結構連絡あるんだけども、まあ安く仕入れたいわけじゃないですか。うん。でも僕はその出てる価格で出してるんで、うん。今2000万で出してる理由はカーセンサーで、まあ同じ走行距離で2000万で出してる車があるんで、2000万にしてますけど、まあ業者からすると2000万で仕入れはね、 や,やりたくないですよね <laughs> できればうん1000万以下で仕入れて1000万以上の値札つけて、まあ、300万とか上乗せ400万上乗せして売りたいわけですからそうあまあ価値で見る人に売りたいんで僕はね、うん、逆に言うとなんだろうな思うんですけどその例えばメジャーリーガーで例えばベーブ・ルースのね使った なんだあバットとかねあとイチローが使ってたグローブとかねこれオークションにかかったらまあ高い値段つくじゃないですかだ,だけどただのグローブなわけですよもちろん特注品で作ってるけどもじゃ価格的に見るとその何百万何千万するものではないんわけですよじゃなんでそれに価格が上乗せされるのかって話でそれはイチローの価値にそのイチロー選手が使っていたベーブ・ルスが使っていたという価値に対してその上乗せされるわけですよね だからまあ僕は2000万で最低,最低2000万で売りたいんで、まあ、僕の価値を上げていきたいし僕のファンの人に買っていただきたいなっていうのもありますねだもしかしたら久保さんねこれねこうずっと2000万で出すじゃないですか、まあ、市場がね5000万とかになったら分かんないですけどこう売れないんじゃないかなみたいな <laughs> まあ売れなかったらもうずっと乗るだから最近ねもう売,れ、まあ、売るんですけど2000万だったらまあ売ってもいいんだけどもこう売れなかったらもうまあいいやと思って自分で乗ろうみたいな。 だか,価値ね、だから本当にベストはね僕のベストベストは僕のファンで僕に価値を感じてくれてあの全然2000万でも出しますよっていう人がいればいいんですけど僕のお客さんでまあまあちょっとねお金がないから今から稼ぎたいっていう人がいるので,でさらにじね僕の,の GTR 好きじゃないとね GTR 好きでめちゃめちゃ34好きでなおかつ僕のことも好きで這、はい上がった成り上がった人っていうのは ちょっといないいななんですよ、ね、少ないですすよよねね少 <laughs> この前の、ね、お客さん鷲津さんって方便使っちゃったんでそう,う34好きって結構マニアックですからねそうでもねあの僕ずっと続けてたらまあそういうお客さん出てくるんじゃないかなと思うんょ。うん。だからまあ稼いがせて 稼がせて僕が稼がせて、成功して、なんか1億とか稼いで、吉谷さんの車乗りたいですみたいな、師匠の車乗りたいですみたいな、これ一番ベストなんですよね、僕の理想系は。一番ベスト、の売り手、うん、僕がきっかけで成功して、僕のことが好きで、3、4も好きっていう、全然もう吉谷さんが乗ってた車に乗りたいんですみたいな。うん、だから、まあ,あの、多分ね、当分、裏、裏。う 売りますけど売れないっていうね、まあ、それ売れなかった売れなかったでずっと乗,る乗ればいいんで、だから最近、その、ちょっとか、またちょっといじろうかなと思ってますからね、<laughs> もはや、売るのにまたいじるみたいなね、そう <laughs> まあいいんですけど、はい、いってらっしゃい。